はい、それでは激闘忍者大戦2続きやっていきましょう。ついにこの二人が使用可能となりました。ハクとザグザ、まずはザグザからいきましょう。お前は俺には勝てねえよ。来い。ラクダ。一本目。始め。ザグザ。つい。つい。ザグザは、あの A 技がこの踏切包丁なんですね。クナイとかは持ってなかったと思うので、確かクナイは投げんかったと思うんで、こいつ。わあ、素晴らしい。で、一つ技はサイレントキリング。は俺には勝てねえよ。かっこいい。ももちだった。くだらねえ。おい。ボコボコにしてやるってばよ。ナルトにずっと眉なし眉なしって言われてたんでしたっけね。つい。うわぁ、あったナルト連打。素晴らしい。まあ、この前エールためができるという。超終わり。おぉ、来い。さっさと始めようぜ。一本目。なザブザ。始め。どこ見てやがる。来て。第四次忍界大戦です。第五次忍界大戦。あんまりこの辺の名前を覚えてないんですが、まああの原作の方で。でしたっけ。江戸天聖で蘇った時もやっぱりなんかナルトたちのことを心配でしたけど、君たちが出てくれてたんですよね。あのシーンはちょっと嬉しかったですよね。忍び方の式忍衆の江戸天聖の中にザグザがいて、でハクも一緒に共闘使いということで、ハクも一緒に蘇ってたんですよね。始め。当たる。当たる。うん。ついつい甘いんだよ。で、そこで、明石先生とかとも再会して、あいつは元気にしてるのかみたいな話も、ちょっとしつつ、よかったですね。こっちで。どこで来やがる。こっちで。この破裂部。まだまだ。一本目。ザブザ強い。始め。この振り切り包丁の周りがすごい広いんで。どこに出やがる。超回り。ももちだった。早い、もう9人目か。一本だった。始め。どこ見てんだよ。どこ見てやる。やりちゃう。
どこ見てんだよ。今日も終わり。A ワードでコンボができるんで、そのガードの上からどんどんダメージを稼げるっていうキーですね。どこ見てやがる。はい、で、それだけか。てめえなんかに。ジャブで終わり。2000秒もらって。ナルト、激闘忍者対戦2。ちょっとサクサク進みすぎましたね。工場とかしっかり見ればよかったかも。で、ハク。ハクはもちろん X ボタンで始めます。X ボタンで始めると、で仮面なし。お前とは一度戦いたかった。いや、ネジ、ハクのこと知らんだろう。始め。そうそう、このコンボ。ハクは結構いろんななんか技があったような技というかコンボがあったような気がします。こっちですよ。やりますね。で必殺技当てれたらいいですが、どうしよう。あ、倒してしまった。あまり怒らせない方がいいよ。本気で来なさい。おお、さくらとハクか。本命はい、はじめ。奥義は魔境表彰です。あ、残念なことにハクは動かないんですけど、千本がずっと飛んでくるだけなんですが、忍びになりきることは難しい。あなたには大切な人がいますか。よろしくお願いします。ハク、はじめ。こっちですよ。こっちよ。天文がすごい速いんですよ。そこ普通の手内の多分倍ぐらいの決断できるんですよ。まあ天文使ってるのはハクしかいないので、確かなんかこの頃だけど、千本使ってるキャラってハクと金土、ほとんどのドスキヌタとかザクアブミとかの金土に一緒にいた金土ぐらいしか、なんか千本使ってたやつのイメージがないんで、千本ってそもそも攻撃力がなくて、ほとんど急所を本当につかないと致命傷を与えられないっていう、本当に暗殺用の道具だったらしいですけど、原作の中では。今日も終わり。
うん、やっぱ吐くはいいな。どうしてもやるんです。これが俺の人道だ。一本目、始め。キュービチャクラを解放したというか、覚醒した時のは僕の時でしたよね。うわー強い。いきなりやる気がしてくるからな。キュービチャクラ。ちょっとさすけが僕は殺せませんよ。勝負です。速攻で蹴りつけてやるじゃん。吐く。一本目、吐く。始め。いいな、吐く。吐くって名前もいいよな。どこ見てんの。こっちですよ。お、やばい、やばい、やりますね。忍びになりきることは難しい。僕はあまり怒らせない方がいいよ。邪魔をするな。殺す。一本目、吐く。始め。設計限界になってるんだよ。氷豚。氷豚って風と水の合わせ、合わせ複合ですね。やりますね。やりますね。設計限界が確か2つの属性を持ち合わせて、組み合わせて設計限界になるんですよね。なんかあんまり覚えてないですけど。大丈夫ですか。ナルト激闘忍者対戦2。おー、ひなたの子。じゃあショップ行って海先生買いたいなー。うーん、先海先生買う。いやでもやっぱりこっちからやね。忍者ファイル買ってボイステスト、ボイステスト100両足りん。やっぱ証拠断りよって言われても。よし、じゃあコンピューターと対戦します。恨まないでください。おい、仮面ありでいきましょう。お前と戦うことになるとはな。そうですよね、ハクとザコって絶対戦わないですね。
はい、いい戦車200両稼ぎました。では、ショップに行って、ザブガのボイステスト買いましょう。あー、100両しかない。おまけで、忍者ファイル、おー、来た来た。パック、忍者登録番号はなし。なるほど。誕生日は1月9日のヤギ座。身長155センチって結構小柄ですね。血液型は O 型。性格は温厚素直一途。得意の技は千札水晶と魔境表彰。千札水晶って、このゲームじゃ出てこないんですけどね。勝ちポーズ。勝ちポーズは背中向けるんですね。ザブザ、8月15日生まれの獅子座、26歳。へえ、26歳ってことは、あ、カカシ先生と同いです。おお、身長183センチ、でかいなあ。のパラメータでっか。幻術は苦手やけど、他の体術、忍術、精神、力がすごい高い。血液型は A 型。性格は野心家、冷徹。得意の術は霧隠れの術、サイレントキリングですからね。戦ってみたい相手は木陰。好きな言葉は支配。趣味は刃物を研ぐ。まあ、これはあれですもんね。忍び刀七人衆の一つの首切り包丁。血液の中の鉄分を吸って、刃こぼれを治すという伝説の刀ですよね。水月が今持ってるんでしたっけ？確か水月が持ってたんですよね。おお、あともう3人か。どっか2回先生が入って、あと2人何か。では時間ちょっと短めですが、この辺で一旦終わりにしたいと思います。次回はガイ先生を購入するために、使えるようにするために、ちょっとお金稼ぎしてからになりますので、ちょっと時間が空くかもしれませんが、またよろしくお願いします。はい、では今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。